始まるよ。準備はいいかな？はい、107ページ標準問題についての解説を加えることにいたします。これはですね、代理行為が本人に効果帰属するための要件であります、99条の、1項ですか、これの、要件ちゃんと当てはめができるかという問題ですね。はい、ということで99条1項確認しておきましょう。代理人がその権限内にいて本人のためにすることを示した意思表示を本人に対して直接にその効力を生ずると。要件は2つですね。その権限内であるということ、代理権の範囲内ということですね。それから2つ目は本人のためにすることを示してした意思表示ということです。でこの2つ目の本人のためにすることを示さないでした場合は100条の本文。でさらにそれには例外があって100条の正し書きというのがあるわけですね。で1つ目のこの権限内というところを、これを、満たさなかった場合にはどうなるのかというと、これが113条1項の効果、これが基本的には効果になってくるわけですね。なので、これが要するに99条のこの1項に挙げられた2つの要件、これを外した場合に、満たさなかった場合にどういう帰結が待ち構えているのかということを問う問題です。はい、ということで107ページの1番見てみましょう。次の事例を読んでアトム問いに答えなさいというものです。Y は A に対して、X 所有の高不動産を2000万以内で購入してくる。旨の代理権を重視していたと。また、X は B に対して、高不動産を1000万以上で、売却する旨の、代理権を授与していたと。そこで AB 間で、高不動産の売買契約が締結されるに至ったこの時と。Y 代理人 A と B との間で代金1500万円で高不動産の売買契約が締結されたという場合。2つ目が、Y 代理人 A と X 代理人 B との間で代金3000万円で高不動産の売買契約が提起されたという場合です。で、それぞれについて当事者間の法律関係を論じなさいという問題ですが、これが、これ、民法入門でもですね、やってもできない人が多いので、もう一回同じ問題、難しいことないんです。99条1項の2つの要件、外したときに、どちらか外れたときにどうなるかという問題です。1の方は、X 代理人 A と B との間でやってるわけですね。なので、本人のためにすることを B は示してないわけです。示していない。で、それに対して2番の場合は、A も B も、これわかりますね。Y 代理人 A と X 代理人 B ですから、いずれもが、本人のためにすることを示しております。ということで、本人のためにすることを示しているのが、1の方の B の側です。それから、2つ、Y の側としては、2000万以内で買ってこいと言ってて、X の側は1000万以上で売ってこいと言ってますから、1の場合は、1500万円で売買契約してますから、2000万以内だし、1000万以上ですから、これはいずれもが与えられた権限の範囲内での行為です。これに対して、2の側は3000万ですから、X の側は1000万以上で売ってこいという、これは権限の範囲内ですね。ところが、A の側は、2000万以内で買ってこいということですから、これは権限の範囲外の行為するわけですね。それがどういう帰結を導くかということです。それだけですよ。というか、1ですね。そうすると、1は、これ、代理権の範囲内の方はいいんですね。問題 B が懸命していないということをどう評価するかですから、99条1項の本人のためにすることを示していないわけだから100条ですね。代理人、つまり代理人 B が本人のためにすることを示さないでした意思表示は事故のためにしたものとみなすわけですから、だから100条正し書きの例外を除くほかは、これ B のためにしたものとみなすということですので、法律効果である権利義務関係は Y と B との間で発生するのだということが、これが述べられ、条文をね、引用することによって、最終的に Y と B との間で効果帰属するのだということが分かっていれば、それで結構です。で、2番の場合ですね。2番の場合はいずれも懸命しているので、したがって99条の本人のためにすることを示してした意思表示だと
言えるわけですけれども、権限の範囲内かどうかというと、 B は権限の範囲内ですから X に効果帰属しますが、 A の方はこれ Y に効果帰属しないわけですね。じゃあしなかったらどうなるのかというと、そのことは113条の1項に規定がありますね。代理権を有しない者が、つまりこの場合2番の A ですが、他人の代理人としてした契約は、本人がその追認したければ本人に対してその効力生じないから、追認しない限り本人に対して効力生じないということになってしまいます。で、これ相手側からの、催告権114条ですね。それから、本人側からの取り消し権115条ですね。この問題があって、最終的にこれらによって治癒されない場合には、117条1項で、他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、または本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して、履行または損害賠償の責任を負うということですから、117条1項で、さっきの113、114、115、これによって追認を得られなかったと。いう場合には最終的にはこれ、Y に効果帰属しない以上は A に対して、つまり X は A に対して117条1項に基づいて無権代理人を責任追及するんだということがですね、それが2番の方ですね。なので1番は権名が欠けた場合の効果、2番は無権代理だった場合の効果ということで、それを条文に即して、説明していただければそれで十分。くどいですが、代理の問題、民法99条1項のですね、この要件しっかりと説明できるかどうかということ、これが入り口になってきますので、ここをですね、ごっちゃにしないでいただきたいと思います。とりわけ、1番の問題、この問題について、この B、検明していないの、だから無権代理だとかっていう人がいるんですね。こういう人はもう、ちょっとなかなか法律難しいかと思います。そんな難しいこと言ってないんです。条文の範囲に、したかっていうだけですので、そこ騙されないように頑張ってください。